都市伝説で有名な、メリーさんの電話。私メリーさん、今〇〇にいるの。という電話が何度もかかってきて、次第に自分に近づき、最後は、されるというものだ。今回は、2ちゃんで伝説と言われているメリーさんのスレを紹介する。メリー。私メリーさん、今名古屋駅にいるの。男、うち神奈川だけど、え？そこからスタートするの？うん。え？え？名古屋が地元なの？違うよ。昨日は名古屋ドームでドラゴンズを応援してた。そう？今から来るの？遠いけど行く。俺今から出かけるんだけど。このメリーさんならいつまでも待ってやれる。中日ファンとは良いメリーさん。私メリーさん、今新横浜にいるの。意外と早いね。自由席座れてよかった。よかったな。あのね。何？地下鉄ってどこにあるの？指示通りに歩けばあるだろ。ビッグカメラから出れない。お前方向音痴か。方向音痴でメリーさん務まるのか？私メリーさん、今湘南台にいるの。地下鉄わかったのか？うん、それで。何？小田急線ってどこにあるの？さすがに湘南台は迷わないだろ。下王に着いた。外出ちゃったよ。てか小田急線ってそこからうち来ようとしてる？うん、ダメ。ダメではないけどお礼ないよ。え？今日は休みだし出かけようかと思って。私行くって朝電話したじゃん。たまには一人の時間を大切にしたい日もあるの。いいよ行くから、今どこ？横浜。なんでもっと早く言わないの？新横浜からのが近いじゃん。かけてもメリーさん圏外なんだもん。上長屋いる時にかけてよ。いやわかんねえよ。まあいいけど、そんで相鉄線ってどこにあるの？とりあえず駅に戻れ。かわいい。かわいい、こういうメリーに生まれたかった。お前どういうメリーさんなんだよ。私メリーさん、今二股川にいるの。はいはい報告ご苦労。誰のせいだと？ブツブツ。はいはいごめんなさいね。ここからは快速だから楽。快速なのか、快速の止まらない駅のあたりは中日ドラゴンズの森の谷岩崎の地元だったような。私メリーさん、横浜に着いたの。お疲れ。どこいるの？川崎。え？川崎。胸乗り？ラゾーナ。この旅の目的はあなたを、すことで本当に良かった。私メリーさん、お腹空いた。まだ横浜？うん？何食べたいの？何でもいい。困るなぁ。俺の好きな店でいい？いいよ。スカイビルにあるお好み焼きゆかり。お好み焼き？関東じゃあんま多くない店だぞ。秋葉原にもあるからぜひ足を運んでほしい。ゆかり焼きと筋ネギ焼きはおすすめだ。たっぷりのネギが香ばしく焼けるあの匂いと風味。ゆかり焼きはスタンダードなお好み焼きだけどあのプリップリのエビに貝柱。熱々の生地にたっぷりソースを塗り冷めないうちに食えよ。あの熱いのがまたうまいんだ。あたしメリーさん、焼けるのを待ってるの。早すぎる。私メリーさん、泣きそう。どうした？横浜駅今までの日じゃない。何が？迷宮。そういや方向音痴だったな。川崎だから JR だな。本当にわからない。泣きそう。泣かないで。うん、頑張るから教えて。看板に書いてある通りに行け。L、絶対にこの人、強、グズ。あれおかしいよおかしいよメリーさん。流されメリーかわいす。私メリーさん、やっと JR に着いたの。進歩したな。改札くぐってもさらに迷宮。さすがにそれはわかってくれよ。わからないんだもん。今から東京か新宿にでも行ってやろうかな。やめて、もうあそこだけには行きたくないの。トラウマになるほどなのか。私メリーさん、川崎に着いたの。電車の中じゃ絶対に電話しないのな。ええ子や。偉いでしょ？で、ホーム出たらどっちに行けばいいの？ああこれからラゾーナ？だったら左に進めばすぐだよ。やっと迷わずに行けた。おめでとう。どこ？館内。あなたは、住まいに説教してあげる。ハマスタはこれから中日戦。今すぐ行きます。その前に甘いものが食べたい。またかよ。甘かったら何でもいいから教えて。ラゾーナにある末広庵だな。本店は少し歩くからそこが一番近いはず。並んでるかもしれないから気をつけろよ。食べるなら半熟チーズとお芋さんだ。半熟チーズはカステラの上に半熟のクリームチーズが乗っててそのチーズがまたすごい濃厚なんだ。一回食べると口がその味を忘れてくれないくらい虜になる。お芋さんはしっとりぎっしりな芋の素直な甘さが口に広がって病みつきになることは間違いなしだ。あたしメリーさん、熱がなかなか消化しないの。だから早いって。たまには俺からかけるか。わわわわわ。何？おおどうした？まさかかけてこられると思ってこなくてびっくりしちゃった。そんな驚かなくても。ごめんなさい、それで何の用？いや時間ができたから少しメリーさんのこと知りたくて。メリーさんは何の用で俺に会いに？それは、スタメですよ。まあそうか。
なんで俺？店長が今日はこの人って言ったから。メリーさん用って店なのか。うん、私はバイトだけど給料良かったし。給料とかあるんだ。お金大変なの？実家暮らしだから生活費は平気だけど、やっぱ欲しいものとかあるし。なんか欲しいものとかあるのか。今は靴が欲しいかな。秋物の服も欲しい。普通の女の子じゃないか。俺はどうやってされるの？後ろから首絞められたり？もっと簡単。え？毒とか？そういうんじゃなくて、したい相手を思うだけでなんか呪いせるみたいな。怨念とか？そうなるとその人を恨む必要があるんじゃない？まあ思いは強くないとするせないから、普通の人なら過去の犯罪とか人に嫌がることしたとか調べて恨むとかはある。でも俺はいたってクリーンだけど。大丈夫、私個人が今あなたを恨んでるから。覚えにありません。また一つ増えた。あなたのせいで財布の中身どんどん減ってく。店から降りないのか。給料言い分移動は実費だよ。ひどいよね。あら、貯まるお金もあまり貯まらんだろ。あなたみたいな人がいるともっとね。大変ですな。我慢しかないな。やだ、服とかは欲しいもん。普通の女の子すぎるだろ。そろそろ試合が始まりますな。急ぐ。危ないから走るなよ。うん、大丈夫。先発は三浦か。中日は岩田。なら走らない。白状だな。誰が出てたら走るの？直道と山井。山井好きのメリーさん。いけない？渋すぎるよ。メリーさん、俺と一緒に野球観戦行きましょう。かわいい。あたしメリーさん、館内着いた。山井投げてるよ。もう終わっちゃうじゃん。急げ急げ。ハマスタ初めてだよ。チケットどこ？時間的にもう買えない？正面のスターマンで写真撮りなよ。え？スターマン？そんなことよりチケット。いいから行ってみなって。意味わかんないよ。ってあれ？スターマンの足元に自由席のチケット落ちてる。ラッキー。聞いて聞いて、自由席のチケット落ちてた。これ使っちゃっていいかな？ラッキーだな。使っちゃえ使っちゃえ。やったー。今から行くよー。待っててね。はいはい、外野自由席ね。球場内。どこだよーわかんないよー。どこ座ってるの？外野自由席だよ。あたしいるよ。俺もう負け試合だから帰ってるよ。負け試合って、勝ってるから山井がクローザーとして。でもしかして。はい、米ファンです。ごめん、詳しかったからつい同じファンだと思って。いいよいいよ、メリーさんは楽しんでから帰りなね。やだ、あなたに会ってから帰るよ。そう、じゃあ桜木町ブラブラしてるよ。やったー勝ったー。さあ電話電話。もしもし、今どこ？クイーンズスクエア。わかった、今すぐ行く。男一人でクイーンズスクエアか。機嫌良くなってる。わあお店いっぱい。すごい、これもいいなー。あれも欲しいなー。でもあの人探さないと。もしもし、今どこ？目の前のコスモワールドだよ。コスモワールド？大きな観覧車に今並んでるよ。観覧車？わあ綺麗。すごいすごい、こんなの乗ってみたい。今並んでるから追いついたら乗れるよ。行く行く、絶対行く。おっきいなー。これ乗ったらどこまでも見れるんだろうなー。あ、順番来た。え？チケットないと乗れないんですか？それにここで買えない？そんなー。もしもし、乗れなかった。今どこ？店員さんにメリーですって言ってみな。え？メリーって？なんでよ。やだよ恥ずかしい。いいからいいから。無責任だなー。これはまさか。あの、メリ、今お電話でメリーっておっしゃいましたか？え、はい。どうぞどうぞお乗りください。今から乗れば追いつけますよ。え、いいんですか？でもチケットは。いいんです、さあ乗ってください。わかりました。なんかすっごい可愛い女の子がわたわたしてる映像が浮かぶ。観覧車って乗って追いつくものだっけ？し、もう思った。観覧車じゃ追いつけないじゃん。私バカすぎるよ。グズ。もしもし、乗れた？乗れたけど、観覧車じゃ追いつけないよ。あなたは乗ってるの？もう降りたよ。そこで止まってて、お願い。まだ行きたいところあるからな、先に行くわ。ひどい、今から追いつけないよ。高いとこにいるんだから見渡せば見つかるさ。わかんないよー。え、すごい、すごい綺麗。すごいすごい。横浜の街を一望できる、こんな夜景初めて見たよ。すごい、はぁ？綺麗だった。もう終わっちゃう。お疲れ様でした。ではこちらは記念品でございます。え？お客様が記念すべき100万人目のお客様ですので、こちらをどうぞ。ありがとうございます。
なんだろ、靴。かわいい。それに洋服。こんなかわいいの私に似合うかな。私たちの更衣室使って着替えてきてください。お客様なら絶対に似合いますよ。はぁ？わかりました。かわいい服。いいのかな、こんなのもらって。あれ？まだなんか。手紙？男かっこよすぎ。男買い物であっちこっちしてたのか？お客様おめでとうございます。当観覧車をご利用いただき誠にありがとうございます。赤レンガ倉庫にて素敵なプレゼントをご用意させておりますのでぜひお越しください。赤レンガ倉庫。行き方わからないよ。お嬢ちゃんこっちだよ。え？何ですかこれ？赤レンガ倉庫に行くんだろ？これに乗りな。はい、でも、いいんですか？いいんだよ、ほら乗った乗った。すごい。この夜景に囲まれて、それにこの靴と洋服。馬車に揺られてるお姫様みたい。ほら着いたぜ、電話してやりな、あんたの恋人に。恋人なんて。あ、そういうことだったんだ。なら俺は行くぜ、お代はいらねえよ、恋人と幸せにな。はい、幸せに。してもらいます。綺麗だなぁ。海があって、レンガ造りの建物。よし。もしもし、今どこですか？今、海が見えるよ、メリーさんは？私ですか？私も海が見えます。それと電話している男の人が一人。海を前に一人なんてキザなやつもいるもんだな。キザでもロマンチストはかっこいいと思います。それに本当にかっこいいですし。へえ、その人のことよく知ってるんだね。もちろんです。たくさん迷惑かけられてたくさんお店を教えてくれてたくさん綺麗なものを見せてくれました。ひどいですよね。人が会いたがってるのに逃げるようにどっか行くんですよ。ひどいなぁ。そんな奴のどこがかっこいいんだ？かっこいいんです。こっそりいろいろなことやものをプレゼントしてくれて。キザでひどくて迷惑な人ですけどかっこいいんです。そしてまたここでも大きな出会いをプレゼントしてくれました。男さん、私メリーは、今あなたの後ろにいます。ぐへ。え？愛する心でも強く思っちまったら、じゃうのね。終わり。嘘だろ。おう、なんだと。昨日書いたのはここまで。なんか流れを見てこれは怒られそうだと思ってハッピーエンドを書き進めてるけどそれで許してくれる？はよ。構わん、書くんだ。しばしお待ちを、正直オチから考えたネタだったんで、いかにオチをシュールなものにするか悩みに悩んであんな話になった。ちょっと書き溜めるから待ってて。よし、今度こそ泣くぞ。寝れんぞ、早く続きを。泣く準備をしていたスレミンたちは、しびれを切らしていた。そして、いよいよ、感動のクライマックスに差し掛かる。もう一度、海の見えるシーンからどうぞ。かっこいいんです。こっそりいろいろなことやものをプレゼントしてくれて。キザでひどくて迷惑な人ですけどかっこいいんです。そしてまたここでも大きな出会いをプレゼントしてくれました。男さん、私メリーは、今あなたの後ろにいます。ごめんね、あちこち連れ回して。いいんです。いや、お金かかったでしょ？いいんですよ。私、高校卒業して何も考えないでいつか結婚できたらいいやって思ってました。でも女子校で交友とか狭かったですし卒業して何もしないでいたら出会いとかもなくて。私バカですよね。だからメリー募集の文字見てすぐにこのバイト始めたんです。でも私バカだから。結果が出るまで先が考えられないんですよね。このバイトは出会いはあってもみんな、んじゃうんだって。やってから気づいたんです。そして今、男さんは振り向いたら、んじゃうんですよ。そっか。俺、ぬんだな。だから、お願いがあります。振り向かないで。また電話かけてくれますか？いや、それは嫌だな。でも、んじゃうんですよ。背中でする声。何それ悲しい。俺さ、めめしいってか束縛強いってか。彼女は横にいてほしいんだよね。携帯とかじゃなく今みたいに口と耳と。それに目も使って会話したい。ダメなんです。それじゃあ、ぐず。もうお話できないんです。私は楽しかった。ぐず。知らない土地だけどあなたの声があったから楽しかった。男の人とお付き合いなんてしたことないから。なんか変だけどデートみたいで。えぐ。そっか。それは嬉しいな。お金はかかるけど。またしたいんです。あなたの声とサプライズでドキドキしたいんです。お願いです。振り向かないで家に帰ってください。ぐず、無事にお家に着いたって電話くれれば、私は幸せですから。えぐ。それはできないよ。こっち向いちゃダメー。メリーさんってこんな顔してるんだね。え？なんで、ないんですか？え？え？
すっげー可愛いと思う。えへへ。ありがとうございます。じゃなくて、なんで7位んですか？いやー、ぬかどうかは賭けだったけど成功したよ。どういうことですか？おう。なぜだ？恋は盲目。は、なんだと、メリータン。408って広い画じゃないのか枠てか。408みたいなメリーさんにだったら、されても良いよ。いや俺も、似たくなくてさ、バイト先調べて連絡してみたんだよ。オタクのメリーさん仕事中に中日の試合見てますよって。僕のところ来る気配ないんでタイムカード切っておいてあげてくださいって。勤務外ならメリーさんの思いも普通の女の子の思いになるかなって。店長ため息ついてすぐにタイムカード切ってくれたよ。前例あり？恥ずかしながら、4度ほど。いかんでしょ。まさか本当にタイムカード切ると効果がないとは思わなかったよ。バイト以外で人のこと考えて見ちゃうなんて、私の家族はみんな見ちゃいますよ。結果生きてるから大成功だね。ぐず。メリーさん。なんでいつも、ぐず、なんで先に言ってくれないんですか？私、怖くって、もう男さんと会えないって思って、もう私なんか、だらいいのにって思ったのに、ひどいです。本当に迷惑な人です。ぐず。あ、ごめん。じゃあ行こうか。帰るんですか？もう電車ないよ。じゃあどこに？だから記念品が赤レンガにあるって言ったでしょ？それって男さんじゃないんですか？がっかりって言われたら怖いからちゃんと用意しておきました。それって、ワシントンホテルの宿泊プレゼントを。ワシントンホテルって、あの大きいの。本当ですか？ほんと。お金ないって言ってたから帰れないと思ったからさ。でも私迷っちゃいます。行き方なんかわかりません。だから。何言ってんの？またついてくればいいじゃん。いやです。また後を追うだけなんて。じゃあどうする？て、手を引っ張って連れて行ってください。うん。じゃあ行こっか。はい。終わり。一気落ち。面白かった、オツ。港未来大好きだからよかった、一気落ち。これは秀逸な神奈川県のステマ。ハッピーエンドに軌道修正したところで、このスレは終了。キザなエッチと可愛らしいメリーさんだった。続いては、またも伝説界と言われるメリーさんのスレ。どんどん見ていこう。私メリーさん、今沖縄にいるの。私メリーさん、今沖縄にいるの。はぁ、そりゃよかったね。シーサー超可愛い。ゴーヤチャンプルーもすっごく美味しいの。なんなんだ一体。沖縄来てたのかよくそ。ふむ、続けたまえ。私メリーさん、今熊本にいるの。へぇ。熊本城ってすごい立派だね。馬刺しが本当に美味しくてもう幸せなの。私メリーさん、今鹿児島にいるの。さつま揚げってこんなに美味しいものだなんて知らなかった。もう最高。私メリーさん、今宮崎にいるの。へぇ。ここの地鶏がね、もうたまんないの。つい食べすぎちゃった。私メリーさん、今大分にいるの。へぇ。カボスマヨネーズって最初は抵抗あったけど食べてみると癖になっちゃった。へへ。知らなかった。私メリーさん、今福岡にいるの。へぇ。やっぱり福岡と言ったらもつ鍋よね。今から有名なお店に行ってくるの。私メリーさん、今山口にいるの。へぇ。山口って何もないかと思ってたらバリそばってのがあってね。これがもうすっごく美味しいの。お土産用にも買おうか悩んでるんだよね。バリそばは、皿うどんのようにパリパリの揚げた麺にあんかけをかけたもの。瓦そばでなくバリそばをチョイスするとは、なかなか渋いメリーさん。九州から本州に来たようだが、まさか全国制覇するというのか？私メリーさん、今広島にいるの。へぇ。原爆の恐ろしさを改めて思い知ったの。ぐす。ぐす。あ、広島風お好み焼き屋さんだ。効率いいルートで旅してて笑う。私メリーさん、今島根にいるの。へぇ。このひょっとこまんじゅう美味しいねー。夜は出雲のお蕎麦食べるんだ。私メリーさん、今鳥取にいるの。へぇ。砂丘広い。すごい。よし、思い出にでっかく落書きしてるんだ。ちょ、待て。私メリーさん、今岡山にいるの。へぇ。ね、備前焼きって知ってる？なんだか私も陶器に興味出てきたかも。はぁ？あとね、デミグラ丼っていう料理もあるんだって。あ、あったー。私、メリー、さん、今香川に、いるの。へぇ。ここの、さぬきうどんが、おじさん、おかわりー。私メリーさん、今愛媛にいるの。へぇ。
もう朝からずっとみかん狩りしてるんだけどね、手が黄色くなってきちゃった。私メリーさん、今高知にいるの。へぇ。今右手にアイスクリンのスペシャル5段重ね、左手に宮古マンを持ってるの、もう幸せ。アイス、落とした。ぐす。私メリーさん、今徳島にいるの。へぇ。フェッシュカツっていうのがあるんだけどね、これ男くん食べたら絶対ハマるよ、へへー羨ましいでしょう。私メリーさん、今淡路島にいるの。へぇ。さっきね、タコせんべいを3箱も買っちゃったの。でもね、もうあと1箱しかなくってさ。私メリーさん、今兵庫にいるの。へぇ。初めて甲子園見たけどかっこいいねー。応援で疲れちゃったから今から神戸牛食べてくるね。うちメリーさん、今大阪にいるんやけど。やっぱたこ焼きうまいなー。東京のそれとはえらい違うで。私メリーさん、今和歌山にいるの。へぇ。和歌山ラーメンはさっきもう食べたんだけどね。つーの私は水稜県の古代スズメ寿司もいただくよ。私メリーさん、今奈良にいるの。へぇ。鹿かわいい。わーなんかいっぱい寄ってきたー。ダメー、この鹿せんべいは私のー。私メリーさん、今滋賀にいるの。へぇ。琵琶湖おっきいねー。こう自然を満喫しながら食べるサラダパンもいいわー。相変わらず、食ってばっかりだなメリーさん。私メリーさん、今京都にいるの。へぇ。八つ橋は生で食べなきゃね。うん、美味しい。あ、清水寺だ。行ってくるねー。だんだん近づいてる。そう、メリーさんの目的は、電話の相手を、ことのはず？私メリーさん、今福井にいるの。へぇ。なかなか福井も侮れないよ。ソースカツ丼に焼きサバ寿司、もうお腹いっぱい。リカちゃん電話みたいなノリだな。私メリーさん、今岐阜にいるの。へぇ。高山ラーメンが美味しくて5杯食べたんだけど、今甘いみたらし団子食べてるんだ。別腹別腹。私メリーさん、今三重にいるの。へぇ。鳥羽水族館でお魚さんたちがいっぱいいるの。見終わったら伊勢うどん食べてね。あとは岩ともちっての食べるんだ。伊勢うどんより俺と松阪牛食おう。なんかローラで変換される。私メリーさん、今愛知にいるの。へぇ。ねね、味噌カツ丼と天むすのどっちを先に食べるべきかな。いや、どっちも食べるんだけどね。やっぱ順番って大事かなーって。私メリーさん、今長野にいるの。へぇ。野沢菜が美味しすぎてご飯もう4杯目だよ。あとねあとね、食後におやきもたっぷり食べるの。私メリーさん、今石川にいるの。へぇ。味噌まんじゅうって、こう？なんていうか。いいよね。他には。あ、寒ぶりもね、もう信じられないくらい美味しかったの。あとお菓子だったらあんころ餅がね。私メリーさん、今富山にいるの。へぇ。マス寿司ってなんであんなに美味しいの？一箱じゃ全然足りないからもう5箱くらい買ってくるね。私メリーさーん、今新潟にいます。やっぱ新潟はコシヒカリよねー。えへへへへへ。いやねー、何々ちょこーっとだけなんだよ。八海山ってジュースが美味しいよって言われたからね。ちょびーっとだけ飲んで。むにゃむにゃ。くかー。私メリーさん、今群馬にいるんだけど。いたたたたた。ああ、頭痛い。二日酔いかな。あ、水沢うどんだ。行かなきゃ。ネギトロも食べなきゃ。こんにゃくも。私メリーさん、今山梨にいるの。あ、元気になった。うん、一日食べて寝たらもう平気。後でほうとうと豆腐食べてくるね。あと信玄餅。今は富士急ハイランドのお化け屋敷にいるん。きゃー。私メリーさん、今静岡にいるの。ぐす。へぇ。昨日のお化け屋敷。怖かった。でも静岡のお茶飲んだら落ち着いたよ。あとね、うなぎパイもいっぱい食べた。ドキドキ。私メリーさん、今神奈川にいるの。へぇ。茅ヶ崎エボシの干物がハマっちゃってね。今食べながら歩いてるの。えへへ。食べ終わったら江ノ島にタコせんべいとサザエのつぼ焼き食べに行ってくるの。楽しみ。私メリーさん、今東京にいるの。へぇ。人いっぱいいて迷子になりそうだよー。あ、東京タワー。赤い。でっかい。さすが東京は名物が多いね。今買ったのが、人形焼きに佃煮、ナボナ、釜飯駅弁。で、今は名家ひよこを食べてるの。あー、人にぶつかってひよこ、一つ落としちゃった。3秒ルール。やめなさい。私メリーさん、今埼玉にいるの。へぇ。
いろいろ探してみたんだけど埼玉も好きになれそうだよ。リモコイ饅頭にネギ味噌せんべい、草加せんべい、五花宝、そして十万石饅頭。食べ物ばっかって思ったでしょ。私メリーさん、今千葉にいるの。へぇ。お昼に天然物のハマグリ本貝を食べたんだけど本物は違うね。で、今落花生食べながらネズミーランドにいるの。あ、モッキー発見。写真撮ろう。私メリーさん、今茨城にいるの。へぇ。最近寒くなってきたからやっぱりここはあんこう鍋よね。あとおかずにけんちんそば、食後のおやつに納豆スナックてんこ盛り。完璧。あ、レンコンも試してみないと。私メリーさん、今栃木にいるの。へぇ。いちご狩りでね、とちおとめが目の前に広がってるの。何ここ、天国。あ、お土産コーナーにたまり漬け売ってる。すませーん、4箱ください。ん?じゃがいも入り焼きそば?美味しそう。行ってきます。私メリーさん、今福島にいるの。へぇ。ちょっと時期早いかもだけど、しみ豆腐に干し柿、あとは桃も食べれるかな。あとなんかね、あずまーんってところで流しそうめんが食べれるんだって、上手に救えるかな。私メリーさん、今宮城にいるの。へぇ。もう朝から牛タン三昧だよ。もうやめられないの。あ、でもね、ちゃんとずんだ豆せんべいにずんだ餅も食べてるんだよ。男が彼氏ポジというより父親に見えてきた。私メリーさん、今山形にいるの。へぇ。芋2回やってたから参加させてもらったの。みんないい人だし寒い中食べるほっかほかの芋煮汁が芯まで温めてくれるんだ。あとね、玉こんにゃくがプルプルしてて食感最高。あ、おじさん、後でミルクケーキも買ってくださいな。私メリーさん、今秋田にいるの。へぇ。きりたんぽって初めて食べたけど美味しいね。マスコットキーホルダーもゲットしたよ。きりちん。なんでもない。はたはた食べてくるね。あと稲庭うどんとおばこ餅。私メリーさん、今岩手にいるの。へぇ。さっきから、わんこそば、を食べて、いるんだ、けど。もう、143杯目、あ、4杯目だ。あとでじゃじゃ麺も、食べに、行かない、と。私メリーさん、今青森にいるの。へぇ。リンゴは当然食べたし今、生姜味噌おでんを食べ終わったの。それでね、これから味噌カレー牛乳ラーメンを食べに行ってくるね。遠くに来たなぁ。私メリーさん、今北海道にいるの。へぇ。もう北海道はひどいね。至るところ美味しいものだらけで困っちゃうじゃん。さっきとうきびチョコは2箱食べたし、焼きそば弁当は3箱、ジンギスカンも行ったし、ん?海鮮にラーメン?そんなのもう来てすぐに食べたよ。今からイカ飯にイカの塩辛、六花亭のチョコに白い恋人、ロイズの生チョコに、時酒を買ってくるね。そしたら次は男くんのところに行くからね。私メリーさん。今までいろんなところに行ってきたよ。物足りないっていつも思ってた。まだ食え足りないのか。いつも私は一人だったの。美味しいものはね、好きな人と一緒に食べると幸せを分けることができるんだって。だからね、これからはあなたと一緒にいたいの。あらやだ。あらかわいい。いつも電話で今〇〇にいるのって言ってたけど、今日からはこう言わせてください。私メリーさん、今あなたのそばにいるの。って?よし、行くぞ。え?いろんなところに行ったが佐賀を忘れてただろう。あ。とりあえず細かい話は後だ。まずは佐賀の白玉饅頭に鬼羊羹を食べに行くぞ。かん。笑った。なんか甘いもん食べたくなった、おつ。今回のメリーさんによる電話は、日本全国食い倒れ旅の報告電話だったようだ。イッチが、佐賀に行っていなかった伏線を回収するも、メリーさんは全都道府県を制覇していないことに、スレミンが気づいてしまう。長崎は?ねえ。長崎のちゃんぽん食べたい。ん?あ、そういえば忘れてたな。よしこの佐賀錦と嬉しの茶が食い終わったら行くか。本当に、かん。お前の優しさに泣いた。スレミンたちが想像したメリーさんシリーズはいかがだっただろうか。どちらもメリーさんと付き合うパターンのハッピーエンドで、スレミンたちの恋愛願望が溢れ出ていたものの、ほんわかと、和むストーリーだった。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。怖い雰囲気とはかけ離れた可愛らしいメリーさんたちでしたね。感想があれば、コメント欄で教えてください。
この動画が気に入っていただけましたら高評価とチャンネル登録をお願いいたします。